見始めたんですけど、団長がきっかけです。ショートに出てくれて本当にありがとうございます。え、こんな、え、嬉しくない？ちょっと待って、今シャイニングコメント見逃しませんでした、団長。ありがとうね。ありがとう。いや、団長も嬉しいよ。嬉しい。ありがとう。ありがとうございます。やったー。その言葉を待ってたよね。もうあまりにもショートさ、世間的にあまり好評じゃないらしく、ちょっとショートあまり好評じゃない。団員さん優しいからさ、いやもう団長が配信してくれるだけで嬉しいよみたいな感じ言ってくれるけど、なんか世間的には結構ショートでさ、あの縦型配信結構ね、うん、リスナー的にはちょっとうんノータッチですみたいなね方もいるみたいだからさ、あ、これ賛否両論は分かれてるんだと思って、そう考えるとやっぱそう言ってくれるとね嬉しいですね。ありがとうございます。団長が配信してくれるだけ嬉しいよって言ってくれてる人は多分さ、団長がそう、団長がね、配信がさできなくなっちゃった時期を多分知ってる人なんだろうな。そう、去年はいろいろありましたからね。そう、だからのんびり活動していきますよと。 ASMR は今週か来週ぐらいにしよっかなって思ってます。はい、縦型にするか横型にするかは考えてるかな。なんか自分的にはなんかね、サンデーマッスルは今後も横型にする決めたの。縦型の方針、縦型はなんか雑談とか、あと歌枠とかもなんかね、なんか縦型にしたりとかでやろうかなと思ってるけど、 ASMR どうしようかなと思って、画面見ないよね ASMR こそ。ASMR こそ画面見ないけど、なんかどっちがいいんだろうなって今悩んでますね。そうなのよ。団長かな、団長だけかもしれん。いや、わかんない、みんなそうだと思うんだけど、マジで ASMR はパワーを使う。マジでパワーを使う。なんか普段のこれ雑談とかゲーム配信よりも ASMR はね、団長がなんか気張りすぎてるんかもしれんけど、なんかパワーを使うから、なんか毎週は難しいかも。あ、でも ASMR やるとしたらね、日曜日にやろうと思ってる。だから日曜日さ、3回コードになる時があるかも。うん、そう、3回コードになる時があるかもなんですけど、まあでも言うてね、まあみんな見てくれるような見てくれるような、その時は。だから月曜日はね、楽な配信をする日にしようかなって思ってる。わかんないけど、これまださ、団長の、まだ憶測ベースというか、まだ机上の空論ベースだけど、結構日曜日がさ、2回行動は確定してるわけじゃんか。2回行動は確定してるわけだから、そう考えると月曜日はなんか、ゆるい配信というかね。そう、縦型配信の日とかにしてもいいかもって思った。そう、縦型配信、縦型歌枠だったりとか、まあ、縦型でね。そう、なんか、まあ、縦型雑談は正直サンデーマッスルで雑談してるから話すことねえから、なんもねえやーってな感じかもしれないけど。歌枠とかいいかもね、縦型歌枠。縦型歌枠もさ、毎週月曜日とかにしたらさ、あれじゃない？なんか、継続は力なりになりそうだねって思ったりする。うん。